はい、こんにちは、拓也です、本日はですね、ギターアンプのスピーカーキャビネット、今使ってるやつ、もう何年前に買って改造したか、20年ぐらい前、もっと前かな、なんだかんだ古いっていうのもありですね、新しいスピーカーを探そうっていう企画というかですね、まあ、今日からスタートするんですけれども、どうなのがいいかなっていうのを、まあ、諸先輩方にですね、紹介していただいて、今日試奏しに来ました、こちらのモビービッグ。もう長野です。長野さん、はい、よろしくお願いします。はい、はじめまして、よろしくお願いします。もう、アンプどころか、まあ、機材は。いやいやいや、もうそういうのずっと長野ってやってるので。でも今日本当に、なんてですね、パッと見た感じ、ここにいるのね、6台、スピーカーが、でかいのがあって、これらをですね、僕今日ギター持ってきたんで、試奏しつつ、2022年、新しく欲しいなって思うアンプがどういうのなのかとか、検証していきたいと思います。よろしくお願いします。使ってる音、まあ、そのままなんですけど、一番向こうのマーシャル今ね、プラハイの、はい、基本の音がみたいな、これいいですね、すでに全然一緒なんですけど、フルスペックで改造してるこっちの、それもどれぐらい違うのか、そうですね、ちょっと聞いてみてもらおう、これ、なるほどね、そうなんですよね、効率を良くするだけで、うん、こういうちょっとギターのミッドローがちゃんと出てくる、そうですね、ありがとうございます、はい、これはなるほどなるほど、レコーディングは重宝するって感じな、っていうか本当多分マイク乗りめちゃくちゃいい音としてますけど、これ今改造してるのもスピーカーをフロントマウントにして、はい、ネット自体もこの金属のネットに変えて、あ、なるほどね、はい、これは確かにこういう厚いネットつくと、まあ、音は丸くなるっていうか、ちょっと困りますよね、はい、絨毯張ってるみたいな感じ、ね、そうなんですよね、でスピーカーフロントマウントにする利点がやっぱりマイクにももう一歩近づけるんで、あ、なるほど、後ろから前に持ってきただけでだいぶこのくらい近づくんで、あ、まあ、そうだそうだ、ね、そうなんですよね、あとは隣がこれがいわゆるこっちはもともと2種類販売されてて、はい、いわゆる G12K100 っていう 400W のタイプと、はい、でこっちはいわゆる皆さん好きなヴィンテージ30って言って、はいはい、まあ割とこっちのがミッドがちょっとなんて言うんでしょう、ちょっと弾きやすいこう膜がかかったようなミッドになってるか、はい、一回変えてみます、はい
確かにこれは慣れてる音、まあ安心感あるっていうか、うん、こんな違うんだな、こんなに比べたりとかしたこと人生でもあんまり ないからこう。なるほどなるほど。もう一回こっち弾いてもいいですか。はい。もともとアタッキーな感じだからちょっと早すぎるかなとは思ってたんですけど、僕は割と早すぎですね。あ、了解です了解です。腫れ物に触るみたいな感じで、はい、最速速い感じだったと思うんですよね。 あとはどういう、一応オレンジも同じようにこっちは 400W を改造してあって、はい、で改造できないところはそのフロントマウントにはできなかったってだけで、あ、はいはいはい、であの中のその吸音材とか後ろのポートとかは同じように改造してあります。はい、はい、なのでこっちからヴィンテージ30、いわゆるオレンジ、あのノーマルのオレンジです。あ、ノーマルの。はい。ハイワットとかオレンジってキャビンの剛性自体がよくできてるんですよね。ああ、そうなんだ。やっぱりそのバッフル板自体も厚いし、ああなんかだからあんまり強振して持ってかれてないんですよね。全体的に建築がしっかりしてる。そういうことですね。そういうことですね。なんかいい感じです。はい。でこれがまあ一応改造してあるオレンジ。はい。少し遅れるっていうか、はい、そういう感じはあると思うんですけど、じゃあラストですね。そうですね、これはあのブギーなんですけど、はい、いわゆるレクチファイヤーのキャビなんですよね。中身はこれヴィンテージ30だよね、はい、なのであの隣のこれと同じ、はい、まあけどなんか一番印象強いのはやっぱこれですかね。ああ、これでこれも変えていってんですか。はい、これは気に入ってるんだけどね。クリーンですね。なんかそうですね、割と全部がスパッと出てきちゃうんで、うん、なんか弾く演奏するのにはすごいシビアなんだけど、そう言われるんですよね。ミス全部バレますみたいな、ものすごいなんだろう、現実を突き詰められるみたいな、まあ、レコーディングとかめちゃくちゃいいと思う、うん、あとあのこっちであの撮った音をちょっと聴き比べてもらってっていうのが一番いいと思う。あ、はい、はい、優秀な。次行きましょうか。行きますか。一番僕が気になってる。はい。そしたら3番目。
構ねスピーカー自体は割とピーキーっていうか、うん、結構がっちり固めてるんで、うん、スピーカーだけが鳴ってる状態に近いっていうか、うん、であの後ろ見てもらうと分かるようにこのバスレフ改造してあっていろんなとこに穴開けてみたんですけど、はい、要はちゃんとスピーカーが動くようにっていうか、はい、密閉しちゃうことで低音っていうかこうガガッと入った時に、うん、あの中の空気の逃げ場がないもんだからゴボゴボいっちゃうみたいな、はい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 、それでこういうそういうふうに開けてるんで、うん、なんか打ち消し合ってる感じがないっていうか、そうなんですよね、うん、どっか木使ってるんですか。いやもう全部木なんですけど、バックフル板この板自体の木で、でこれのストレートの方がここの継ぎ目がないんですよね、板自体。はいはいはい、山にでやってる人とかはストレートでいいんですけど、やっぱりどうしても灰が上がってっちゃうんで皆さんストレート使うと、うん、ただその木みたいなその粘った感じはまっすぐのが出るっていうかではあるんですよね。ここの板の材質とかってもうちょっとこだわったりとかできない？できるんですけど、はい、だいぶ難しいし時間も料金もかかってきちゃうと思うんですよね。これままでも好きなんですけどね、はい、ちょっとねなんかあれですよね、抜けすぎっつうかな、めちゃくちゃ正直っていうか、確かに。けどこのタワー道じゃなくて真空管つなぐっていうのもなんか正解なのかもしれない。そうですね、それとその実況今ここにはない。できますよ、できますよ。そうですね、効率悪い、言うこと聞かない感じが出てくるっていうか、ちょっと深い世界に。そうですね、たくやチャンネル。あー、どっちも捨てがたいな。こっちの方が歌の人とかが喜ばれるかもしれない。あ、まあ楽に弾けるっすかね。こっちはもうほんとシビア。けどやっぱこっちかな、はい、こっちの方が。なんかもう実力で勝負みたいな。ということでいろいろ聞きましたけれどもですね、まあ全部いいですぶっちゃけて言うと。ただまあこれはダントツにスピードが速いのと、もうダントツにすっぴんかな、なんかこの、まあ、癖ないですね、うん、現代的でもあるけど意外と最近あのビートルズのゲットバック見てるんですけど、はい、なんかあの頃ぐらいのなんだろうな、まだ何の性能もなかった時のギターアンプがただただまっすぐななんか音してるみたいなのはもしかしたらこっちの方が近いかもしれないなということで、あのとてもこれは気に入ったので多分これを購入することになると思います。はい、今日はありがとうございました。なんか貴重な体験でちゃんとスピーカーユニットを何台も試奏したの多分人生で初めてなの、うん、すごいいい経験させていただきました、うん、まあアンプが技術が進んだれば進むほどキャビネットはすごい大事っていうか、はいはい、ギター室の皆さん、まあ、参考にしてみてください。ということでありがとうございました、はい、ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く。水着足ふいに乾いて下を向いて膝まずい。